お見事寿司ショー、メガロドンの三枚おろし。これくらい朝飯前、あ、いや晩飯前じゃよ。軽い、しかも硬い、これは使えそうだな。いい武器ができそうだべ。盾にしてもいい、鎧に加工するのもありだな。ちょっとしたアクセサリーを作って輸出してもいい、高値で売れそうだ。うんうん。ゲルダ殿、見事な戦いっぷりでしたぞ。あの勇気、見習いたいものです。ガビル殿こそ獅子奮迅の活躍、いや感服の至り。今回は助かったよミリム、改めてありがとう。大したことはないのだ、これぐらい当然なのだ。もっと礼を言っていいのだ。リムルもなかなかのものだったぞ。リムルなら魔王になると言い出しても私は反対しないのだ。魔王？そんなものになるわけないだろう。何かメリットでもあるのか？メリット？ミリムってなんで魔王になったの？なんでだろう、何か嫌なことがあってむしゃくしゃしてなった？いや、俺に聞かれても。そうだな、よく思い出せ。大昔のことだし忘れたのだ。そっか。そうだ、メリットがあったぞ。なんだ？魔王になったからこそマブダチができたのだ。はあ。ところでマブダチよ、私は仕事に行ってくる。仕事？今からですか？まあこれで会えなくなるわけでもないのだ、しばしのお別れなのだ。他の魔王たちにもこの地に手出しせぬようにきちんと言い聞かせておくから安心するといいのだ。他の魔王に会いに行くのか？うむ、仕事だからな。騙されないように注意しろ。騙されないでくださいね。騙されちゃいけませんよ。騙されないでくださいね。騙されませぬように。みんな心配性だな。私は賢いから騙されたりしないのだ。うわっはっはっは。では行ってくるのだ。おい待てって言っちゃった。羨ましいくらい自由ですね。でもミリム様らしいですわ。次に会える時が楽しみです。まあな。リムル様の今日のご予定は？これが戦場なのですね。子供が焼きたたずめ。まずい、なんとかしなければ。ここまで来て計画が潰れるなど、このままでは俺があの方に殺されてしまう。のろまな豚め、さっさとお前が魔王になっていればトカゲを平らげるだけでいいというのに。あら面白いわねそれ。誰だ、また妙な精霊か。当たらずとも遠からずってところかしら。あなたの理想を叶えるおせっかいな鏡の精は。水を制するリザードマンの力をものにしたオークディザスター。戦い方次第ではリムルを追い詰められそうね。やはりガゼル王に負けないくらい大きな鎧の方が。いえ、これは調印式なのですから塩ビ服がよろしいかと。やりすぎやりすぎ、普通にスーツでいってば。
ですが、この光、前にもどこかで。また、鏡の世界か。あのイジスとかってやつと、よくわからん魔人。それに。あのシンシアって子が自分の住処だと言ってた世界。久しぶりね、スライムさん。あなたは、イジス。また出たか。一体何が目的なんだよ。いつだったか、俺が欲しい、みたいなこと言ってたが。そのままの意味よ。あなたの力が欲しいの。あのスライムじゃダメなのかよ。シンシアって子。見た目も力も俺そっくりじゃないか。知り合いなんだろ、多分。そうね。確かにあの子も、あなたと同じ力を持ってる。でもあの子は私のスキルで生まれたスライムに過ぎない。私のスキルを私が殺したって何の糧にもならないわ。あなたでなければ、リムル・テンペストでなければ、私をこの世界から解き放てない。なんだお前、鏡の中から出れないのか？外に出るためだけに俺を殺そうってのかよ。もっと他にやり方あるだろう。他のやり方なんて、もう何百年も考え尽くしたわ。無限牢獄を研究したことだってある。けど、それを邪魔したのがあなたよ。あ、もしかして。そう。あなたが私の教材を飲み込んだのが悪いのよ。悪食の責任は、あなたが食べられることで取ってもらうわ。出番よ、オークデザート。餌は十分に食った。今度は喉が渇いた。水、水。今回はなんだ？腹ペコじゃなくて喉が渇いたって、本物より苦しそうじゃないか。その分、凶暴よ。ほら、目の前にみずみずしいスライムがいるわよ。この槍で思い切りついてやりなさい。きっと、あなたの渇きを潤すくらい水が出るわ。その槍、カビルの！ネームドのリザード、魔王種の進化のため格好の餌だったわ。カビルを食ったのか？それがゲルミュッドの理想だったもの。もしもあの時ガビルを糧としていたなら、こんな戦い方もできたでしょうね。貫けば水が出る。飲ませろ、ボルテクスクラッシュ。あ、そうか、カビルの技も。あ、もうまた捕食合戦に。推奨できません。距離を取ってください。なんで、なんだこれ、気持ち悪い、フラフラする。脱水症状です。え？飢えるもので周囲の水を吸収することによってボルテクスクラッシュの威力を水増ししているようです。水分を吸収って、おいおいおい、冗談じゃねえぞ。こっちは体の何割が水分でできてると思ってるんだよ。そうよね、血液も酸素もいらない、切ってもくっつく体、そんなのほとんど水みたいなものよね、スライムさん。それにしても脱水症状って、水は腹の中にまだ。ああ、めっちゃ出してた、忘れてた。まずいな、近づいたら本当に干上がっちゃうかもしれん。だったら
遠くからグラトニーで食うか。その場合、一撃でオークデザートの全身を捕食しきる必要があります。一部でもオークデザートの肉体が残れば超速再生で復元される上、グラトニーへの耐性を獲得する恐れがあります。あ、そうだ、本物のオークディザスターも大賢者が使ったフレアサークル食らって炎耐性を身につけたんだっけ。あれ、もしかして気にしてる？いいな。一度のグラトニーでオークデザートの全身を捕らえるためにはオークデザートの周囲2メートル圏内まで接近しなければなりません。それ以上離れた位置で放てば一度のズレでも着弾位置が大きく外れます。でも近づいたら干からびちゃうんだろ。考えたな、イジスのやつ。どうすりゃいいんだ。大賢者さん、うずうずしてませんか？いいな。あー、俺じゃこの状況を何とかする方法思いつかないな。もっと俺のスキルを完璧に使いこなせるやつならいい方法思いつくんだろうけどな。頼むよ相棒、リベンジだ。両大賢者への主導権の一任を確認。オートバトルモードへ移行します。待ってたよね、絶対待ってたよね。いいな。リムル様、どうして泥水を？俺のだ、勝手に飲むな、カオスイーター。動きが、水たまりがある方に無駄なく避けて、回避と給水は一体化させてる。水分微量ながら確保。そうか、グラトニーを敵に見せないためにわざわざ自分で水を飲みに行ったのか。かっこ悪いけど仕方ないか。短時間であれば接近戦が可能。攻撃に移ります。今までのリムルより洗練された動き。考えられるとすれば大賢者に主導権を譲ったとかかしら。それはそれで面白いわ。大賢者の行動パターンもこの際だからじっくり観察しときましょう。そのまま迎え撃ちなさい、オークデザート。食らい尽くしてくれるわ。少しは強そうだな。見ているだけではつまらないのだ。ほう、私を選んだか。はい、終わらせるのだ。ふうわっ。楽しいことをさせるのだ。畳みかけます。それ、出番ですね。えい、はい、甘い。バカな。ま、当然だがな。ご分を。よし、行くか、みんな。強大な魔力の接近を感知しました。食らい尽くしてくれるわ。少しは強そうだな。ではつまらないのだ。はい、
はい、畳みかけます。それ、出番ですね。甘い。楽しいことをさせるぞ。そうだ、頑張りますね。はい、畳みかけます。私だってやれるんです。力を解放します。はい、これが私の全力です。ポーテーション、これでも鬼人ですから。畳みかけます。それ、バカな。水を出した。大賢者は？水だ。来い！浴びさせろ！擬態解除。分身？いや、こっちが本物だ！グラトニー。水に化ければ向こうも突っ跳ねてこない。さすがだな。分身たり、水人。擬態をこなしながら狙いすましてグラトニーを撃つ。これは大賢者じゃないとできないな。あ、これがグラトニー。すっごいわ。オークデザートの巨体を首から下バッサリ消し去るなんてね。き、仕留めきれなかった。ギリギリ間に合ったわね。これでグラトニーを体で覚えたはず。確認しました。オークデザートはグラトニーを獲得。もうグラトニーは効かないか。何か他に手は。残念だけどこの子でリベンジする気はないわ。首から下が再生するまであなたの攻撃から守りきれる気がしないもの。何？豚は豚らしく餌になってもらうわ。この子をシンシアに食べさせれば。あの時よりもっと厄介な強さになるってことか。そいつは最初から捨て駒だったのかよ。もちろんこの子があなたを殺せたら一番手っ取り早かったけど期待はしてなかったわ。シンシアは大事な保険。この生首はいわばあの子があなたを殺すための投資ね。あいつは俺のことを父親だって言ってたぞ。娘に殺される覚えもなけりゃ父親になった覚えもないけどな。それにさっきお前。でもあの子は私のスキルで生まれたスライムに過ぎない。私のスキルを私が殺したって何の糧にもならないわ。みたいなこと言ってたよな。お前か？シンシアに俺が父親だなんて吹き込んだのは。ご明察。だけど嘘は言ってないわ。あなたの存在があの子を産んだんですもの。忘れてないかしら。鏡の中には常に誰かの理想があったはずよ。あ、人は鏡を前にすると理想の自分を演じようとする。私の鏡はその理想を叶えるだけ。つまりあなたたちの中にもう一人のリムルテンペストを望んだ人がいるってこと。人気者ね、スライムさん。シュナ？はぁ、
が分かったのか。残念。続きはまた今度。待て、鏡を閉じるな。また全部忘れちまう。何をしていたんでしたっけ。確かお召し替えを。リムル様、もうすぐ調印式のお時間です。ギー、適当にスーツとシャツ持ってきて。あ、はい。リムル様、ネクタイをお締めします。いや、いい、自分でやった方が早い。こっちとら何千回とネクタイ締めてんだから。そうなのですか。ネクタイだけじゃなくてよ。そう、あなたは今日本当の意味で自分の首を絞めたんだから。